にゃーいということでやってまいりました。え、美少女。おとらもくとももねえさんもごきげんよう。ゴールド。はい、ということで罪人抜け地での一日がスタートいたしました。ということで皆さん、こちら、ね、静江の説明動画というのがね、追加されたんですね。チュートリアルがもう一度見たいっていうね、静江の説明編っていうね、まあ、新しい説明動画出たらしいんで、ちょっと見てみようかな。うん、俺まだまだ初心者だからな。あ、YouTube 飛ばされるんだ。はーい、ということでね、まあクソほど役にも立たなそうなチュートリアルでございました。で、まあ、今回ね、まあ、僕がやっていきたいのが、まあ、僕のこのね、罪人ルゲージ、まあね、まあ今までと別に変わらないんですが、ここのさ、まあ、キャラメル、まあ、こいつが邪魔だったわけですよ。もうこいついらねえかなと思ってたわけなんでございますよ。だからね、今回はね、このキャラメルを追い出してね、一人残らず排除しようかなと思うわけですよ。ああ、これ、キャラメルキャンプ場のゲスト、マックス、レベル10。うん、もうマックスなんだよね。で、こう帰ってもらうってのを選ぶと、まあ、帰ってくれるらしいと。ふわっとしてて、いつも甘い匂いがするキャラメルちゃんは、決して高望みせず、普通でいられることに幸せを感じている、素朴で優しい女の子です。もうここに来た時点で普通じゃねえんだよな。うん。俺のこのルケージにやってきた時点でもう普通じゃねえんだ、こいつは。うん。ちょっとさ、普通を望んでる時点でもう高望みなんだよな、それはな。帰ってもらう。もう、いいよ、帰って。帰れ！快適でございますな。うん、誰もいなくなったかな。あ、いたわ。見てください。もう快適なライフでございますよ。このルケーチンね。まあまあ、捕まってるやつはいるけど。まあ、誰一人、自由に生活できるやつがいなくなったと。いやー、これは、すがすがしいではございませんか。まあ、なんていうか、孤独だな。で、そういえばね、この持ち物欄、ね、集めた素材。まあ今ね、前回235がマックスって言ったんですけど、まあレベルによってもね、上限数は上がっていくっていうお話はしました。でね、現在250ということで、あれから15上がったんですね、レベル34になって。で、これ以上ね、なんか増やせますよっていうね、情報をくれた人がいたんですけど、増やせないっすよ。増やせねえよ、これ以上。もうプラスがないからね。これ以上下行かねえし。プラスがないから。だからもう、これがマックスだからね。だからこっからは、あとはレベルの増減によって、上がっていく。まあ、減はしねえけどさ、レベルの増加によって上がっていくことしかもうないから。だからもうね、狭いのよ。集めてさ、209。もう209使っちゃってんの。こうやっていっぱいありすぎて。でね、それに付随して、僕が気になっていることは、この帽子とか服とかが、持ち物欄に反映されて、持ち物を圧迫していくのかっていうのがね、気になっているわけでございますよ。でね、今僕の持ち物がね、209個でございます。で、この帽子を買って210個になったら、このね、服とかも、この素材の、持ち物欄に反映されるんじゃねえかなと。俺は踏んでいるんでございますよ。じゃあこれ買うわ。買わしてくれ。じゃあね、帽子の方も買わせていただきましたんで、これで210になってれば、持ち物欄の素材の部分が服によって圧迫されるという結果になります。どうなってるんでしょうか。集めた素材209、なってない。はい、親愛なる同志諸君、動画の視聴、誠に感謝する。未だチャンネル未登録の者は、左のシンボルアイコンよりチャンネル登録をお願いしたい。君が動画を求める限り、コアラズゲームショーは、YouTube に存在し続けることを、ここに宣言する。